今日はお顔と頭のつぼ押しをやっていきます。閉めてもらっていいですか？扇風機も止める？目の疲れですね。目がちょっと今ちょっと痙攣してます。あ、本当ですか？ピクピクって、してますね。眼精疲労から来たんじゃないですかね。もう楽になってきました、頭。はい。
構痛いですね。でもすっごい、すっごい左ですね。うん、そうですね。左が悪いのは何ですか？目の使い方だったんじゃないですかね。なんか、うん、右目の方が疲れるようなことしたとか。あー、そう、なんかあったっけな。右目の方が視力悪いから、うん、あはね、やっぱ右からちょっとほぐしていった方がいいですね。気持ち。痛いですか？痛いけど気持ち。はい。左の方が痛いですかね。うん。うん、そしたら噛み合わせもあるかもですね。じゃあ、開けてもらっていいですか？あーって、そうそうそうですね。顎緩めといてください。
大丈夫です。すごい。きつくないですか？はい、気持ちいいです。ちょうどいいです。はい。
緩んできましたけど、どうでしょうか。すっごい気持ちいいです。もう天国にいる。左の方がやっぱり伸びが如実に悪いですね。そうですね。うん。石みたいに硬くなってる感じ。そうですね。左の方が顕著に悪いんで。寝違い左に置きました。寝違いなのかな、はい、いや、そういう、わかんない、ね、寝違いはもうなんか、はい、どっちとかわかんないぐらい腰に来たんですけど、はい、あ、腰に来たんですね。これは相当痛かったですね。もう左に来ますね。そういえば、そうですね。頭痛もいつも左から来るし。そうなんだ。あれなのかもね。あの、こう生え際が左の方が。こっちの方がこう大きいんですよね。左脳を使ってんのかもですね。左脳、なんかそういうのが出るらしいですよ。生え際が大きい側の方が脳を使ってるっていう。言語感覚と言われますね。視覚的なのが右脳で、論理的なのが左脳で。使いすぎちゃった。
で長めに時間とってゆっくりやっていきましょう。息はーって、あー吸って吐いて、はー吸って、口で大きくはーっと、はー吐き切ったらまた鼻から吸ってください。大きく口から、はこれね、これね、それですね。こっちないもんね。はい、うん、もうそれ左のこれですね。あ、落ち着いたかな。とりあえずあ、でも取れてきましたね、うん、はい、はい、では以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。